こんにちは、日本改革党くつざわです。匿名様、お手紙いただきました。焼きとうもろこし様、お手紙も、対馬陽子様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。何度も教えていただきまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。メール登院になってください。11月にメール登院懇親会大阪でやるんですけれども、山根さん、来れるそうであります。もう下手すとね、10年ぐらい会ってないんで、会うのが楽しみであります。前回お会いした時はあんまり喋ってませんでしたんでね。で、名古屋でもメルトイン懇親会行ってくださいってコメントありましたんで、名古屋の人は大阪なのではって、ちょっと思ってます。あの辺の地理疎くて、大阪と名古屋があんなに離れてるとは知りませんでした。約200キロ離れてるのね、大阪と名古屋って。私東北の人間なんで、地理に疎かった。200キロも離れてるんでは、名古屋でもやる必要あるかなーって、思っております。名古屋で懇親会メール登院さんやるとしたらば、参加してくれる方はいらっしゃるんでしょうか。そういうのあったら、都合あったら、会えば参加するよって方はコメントでお願いいたします。メール登院になってください。知り合いに頼まれてフジテレビの取材に高市さんを支持する理由を1時間以上話した。1秒も放送されなかったご連絡、いただきました。地獄絵図のフジテレビだからなーって。この方の熱弁にですね、これでは視聴者が納得してしまい、高市支持が増えてしまうと判断したんでしょうかね。これ、あら探しで取材してたのかもしんない。例えば、高市支持者が、高市さんなら中国を懲らしめてくれるから、とか言ったのを切り取ってですね、高市を支持してるのはこういう連中みたいな、腐すため、落とすために、材料集めしてたのかもしんないな。で、この方は賢いもんだから、そういうことを言わなくて、使えねえな、これは。なんて、高市叩きに使えねえなんて判断されちゃったんでしょうか。まあ、フジテレビですからね。1万人にデモされても変われなかったという腐り切ったフジテレビですから、まあ、誰ももう見てねえから、好きにやれって感じですね。深圳日本人学校に通学中に、中国人男44歳に腹を刺された日本人男子学生10歳、小学校3年ですかね、が死亡。母親の目の前で刺されたそうで、鬼畜の所業ですね。誠に気の毒であります。謹んでお悔やみ申し上げます。世論です。どうすんのこれ。よし、戦争だ。政府はどう対処するんだ。ああ、もう戦争だよ、こんなの。連れて行った親の責任は重い。敵国に住むということはこういうこと。修学旅行を中国にとか言ってた2回は切腹しろ。領空侵犯されてヘラヘラしてた2回、お前が死ね。中共の犬2回軍団がつい先日尻尾振りに馳せさんじた直後にこれ。中国に住まわせてる時点で親による虐待じゃないのか。中国政府が反日感情を高めた結果だろう。中国で日本人が暮らすというのはそういう覚悟が必要なんだよな。子供は連れて行くな、親が一人で行け。さすがにのんきな日本人も多少は覚醒するだろう。中国国内の掲示板ではすでに英雄扱いになっていると。ツイッターで日中国交断絶がトレンドになっておりました。あとは通習事件を思い起こした人、憎悪犯罪ですか、がいたらしくて、私以外にも多かったらしくて、ツイッターでもトレンドになっておりました。1937年7月29日、私の誕生日なんですよ。7月29日北京市通州区にあった日本人自治区を鬼頭防共自治政府保安隊が襲撃し、200人以上の住民ほぼ全員を虐殺した通州事件発生。保安隊はもともとですね、旧東北軍出身の反日感情の強い将校、抗日部隊出身兵や貴族から、まあ、山賊ですね、成り立っており、反日感情が強かった残虐すぎる殺害方法は当時の日本人を激高させました。歴史学者江口圭一さん、通州事件は日本を逆上させ、暴子徴用を加速増速させた。暴子徴用っていうのは暴れる品を懲らしめろっていうですね、
中国は通州での飛行について高すぎる代償を支払わされることになった。当時のアメリカ人ジャーナリストフレデリック・ヴィンセント・ウィリアムス、日本人は友人であるかのように警護者のふりをしていたシナ兵による通州の日本人男女子供などの虐殺は古代から現代までを見渡して最悪の集団屠殺として歴史に記録されるだろうと。在中日本人今101,700人いるっつんですよ。最盛期の17万人からはだいぶ減ったものの、まだまだ多いなぁと。友人であるかのようなふりしてる中国人をのんきに信用して中国にいるんでしょうかね。かつての通州自治区の住民のようにね、子供を中国になんか連れてった親はさぞかし後悔していることでしょう。今は呆然自失で何も考えられないかもしれないけれども、特に目の前でやられた母親なんかもうぼーっとしちゃうよね。これぼーっとしちゃうよね。鬼畜の所業ですね。親が経営者、この子の親自身が経営者で自分の判断で中国で商売やってて自分の判断で子供連れてったとしたらば、子供を失うっていう重すぎる罰が下っちゃいましたね。そうでなくて社員として中国に子供といたならばですね、中国行きを命じた経営者もっと責められるべきじゃないんでしょうか。あんたが中国駐在を命じなければ、親は社長を恨んで恨んで恨んでいいですよ。子供も連れてって落ち度はありますけれどもね。日本人児童が死亡したことについて政府の反応です。上川外務大臣、中国側に事実関係の説明を求めるとともに日本人の安全確保に万全を期すよう強く求めた。ずれてんなーって。これ原因となった中国共産党による反日教育を抗議すべきじゃないのかなーって。お前らが反日教育やってから日本人殺していって言って待ってっからやって抗議すべきじゃねえのかな。ずれてるよな。林官房長官、子供を襲うというこうした卑劣な行為が行われたということは誠に遺憾であると。また遺憾って言ってる。在中邦人の安全確保のため関係省庁の間で至急検討を行いたい。安全確保のための工夫するより中国から退去命令出した方が完全なんじゃないの、完全に安全なんじゃないのか。世論です。クソメガネ、動向を注視する。自衛隊派兵しないとダメだな。外務省は中国への渡航中止勧告を出すべき。政治家は自分の子じゃなきゃいかん法を、何人死んでも検討中、検討士といかん法しか使えねえのか。日本人全員さっさと帰国させる、危険すぎるだろ。モテギシェイシェイほら出たやのいかん、何でもいかん検討ね。何寝ぼけてんでしょうね。ウミガメ林は中国に共産党からあてがわれてる女が待ってるんで強く言えないやな、いかんしかな。1年で10回も中国行くほどその女に入れ込んでるんですからね。前回止めに入ったスクールバス運転手の中国人女性が刺殺された6月に起きた日本人襲撃事件で、被害者が中国人ということで多少報道されたみたいなんですけども、今回は被害者が中国人の男の子のみっていうことで徹底的に隠蔽されてですね、ネットにも書き気なくなってるそうであります。その犯人が英雄扱いになってるっていう掲示板どこにあるかわかりませんけれども、ウェイポーとかには書き込めなくなってる。この行動からですね、中国共産党は日本人が殺される状況を是正しようとは考えてないようですね。このまま行っちゃえって思ってますね。戦前は通州事件のようなことが頻発し、軍でそれを抑え込もうとして中国を占領していった結果が日中戦争になったんですよ。今回は抑え込もうとすんな、そこまでして中国と関わるな、いわゆる日本人が全員撤退してくれれば全くの安全というものであります。中国でビジネスしている日本企業は完全に諦めて撤退するか、日本人行かせなくてもいいようなシステムを作れと、日本人行かなくても仕事できるようなシステム作りなさいと。でないと生かしたこの社長のように責任問われますね。時事通信、日系企業に広がる不安、
早く離れたいの声も、珍しいな、ジジのくせに珍しいな、在中ビジネスマン、早く中国を離れたい、子供を持つ駐在員の家族を中心に中国に対する不安が高まっている。だから子供連れて行くなって、親父だけ単身赴任しろよ。駐在を希望する社員は間違いなく減る。中国政府はもとより日本政府からも適切な情報が入ってこない。この企業はですね、日本企業の発表前に情報入手して注意喚起したそうであります。世論です。今中国にいるのは逃げ遅れと言っていい。不安を感じるの遅。10年以上前から危険と言われてたろ。家族連れて行くリスクって考えないもんなの？子供連れて危険地帯に乗り込む猛者。中国に赴任って特攻隊みたいなもんだね。早く中国離れたい。会社辞めれば帰国できるよ。会社辞めれば。会社は辞めたくない、帰国はしたい。なかなか2つは叶わない。私らがやるべきなのは、私らって私らね、亡くなった10歳児の親に中国行きを命じたですね、経営者の責任追及じゃないでしょうか。お前が親を中国に行かせなければね。もしこの子の親が経営者で、自分の判断で行ったとしたら、吊るし上げられないですけど、他の経営者がビビるぐらい叩かれれば、この経営者がね、中国行き命令を他の経営者がためらってですね、かわいそうな社員の中国行きも減るのでは。あと中国諦めて撤退する企業も増えるんじゃなかろうか。そうなったらベストなんですけどね。石破茂推薦人に名を連ねる平正明議員、高市さんのリーフレットが全国の党員に配られている。その後そういうことはやめようということで、他の陣営は一切出していない。テレビ番組で嘘ついてました。まあその後やめようということになった。その前は良かったっていうのことは言ってますけどね。9月4日郵送禁止、9月10日11日の消印で石破と茂木の総裁選よろしくのパンフレットが届いてる事実があるんですけど、他の陣営は一切やってないって大嘘をぶっこきましたね。世論です。嘘つくな、石破茂木河野も出してるぞ。平正明は東京4区だそうですね。大嘘つき目、顔は覚えたぞ。推薦人の平が石破のルール違反を知らないはずないんだがな。これだけエビデンスが揃ってる中で大嘘つけるってすごい。高市さんが総理になって嘘つきどもに報復してほしいと。平正明、テレビで嘘ついた嘘つきって一生言われますね、これね。忘れませんからね、こちら側はね。テレビが味方のパヨと違ってこっちはネットしか手段ないしね。なんでこんなに必死なんだと高市潰し。高市さんが総理になったら途端に頓挫するビジネスでもあるんかな、中国相手のな。高市さんを潰そうとすればするほどこちらも向きになりますよね。北風と太陽のお話知らないのかな。青木治、日本人は劣等民族、紆余激怒、パヨ界隈もそれはさすがにと大炎上。公文社フラッシュ、青木氏に発言の真意の取材を申し込んだが拒否された。なんか逃亡してるみたいで、逃げ回ってるみたいです。世論です。ダッサ、自称ジャーナリストなのに取材拒否、逃げてんじゃねえよ、出てこい青木、ジャーナリスト名乗ってるなら取材受けろや。もう他を取材できないね。これでしれっとサンモニ出てきてたら爆笑。サンモニは全員同じ思想だから問題ないと。発言の真意と言われましても、日本人は劣等民族なんていう発言の真意は、青木が日本人じゃなくて日本人を憎んでるって答えしかないでしょう。真意と言われましても、狂人って自分以外が狂ってるように見えるって言うんですけどね。自分が正常で他の人全員狂ってるって思うらしいんですけど、青木の目にはですね、自民党に投票する人が劣等民族に見えるんですよね。悪魔の民主主義政権以外はそれがずっと続いてきた多数派なんだから。正気と狂気の数の問題で一人が違うって言ってますね。99人が正しいって言えば、正気なのは99人の方ですよ。中世欧州の魔女狩りなんてどう考えても狂気の沙汰ですけれども、当時はそれが正気だったんだからさ。青木は自称ジャーナリストなのに
もう他の人のに取材申し込みできないね。自分で断っちゃってんだよね。こいつがジャーナリストらしいことやってんの見たことないけどね。三毛に出演者は全員ですね。日本人は劣等民族って思ってる奴らなんで、出演しても問題なし。あんな神器臭いね、日本の文句ばっかり垂れてる番組、視聴可能ということは、視聴者も似たような連中なんでしょ。多分日本人は劣等民族って思ってるような視聴者に支えられてる番組なんでしょうね。まあ監視のために見てるって人も、どんな変なこと言うか、監視のために見てるって人もいますけど、今日の単身です。双極性障害さん、デパス目当てに、デパスって薬ですね。複数の病院に通ってるのがマイナ保険証で全部バレた。プライバシーとかどうなってんの。悪事やってんじゃねえよって、余したデパスどうすんだって話。まあ売ってんでしょうね。こういうの防止するためのマイナ保険証ですよね。精神薬の違法販売が塞げて万々歳ですよ。反対してる連中はこういうことしたい連中と見て間違いないですね。なんで犯罪できなくなったどうすんだみたいな文句垂れてんだって。そこがちょっと頭がおかしいゆえんかな。この人は精神病を売りにしてるみたいですけども、病院何件も回れんだったら十分元気なんじゃねえの。病院にかかなくても大丈夫じゃねえの、そんな元気だったら。2020年、東京五輪談合事件で電通に罰金3億円と、スポーツ事業局長の逸見晃治57歳に懲役2年を求刑。求刑中、懲役2年だと初犯だと確実に執行猶予ついちゃいますね。ヤクザと一緒で組のためによくやった、電通のためによくやってくれたなんていうことで、こいつ出世すんじゃねえの。出所してきたら、罰金3億円は安すぎると炎上してました。100億円儲けて3億円罰金払えばそれで済んじゃうんじゃ、やったもん勝ちでね。今後もこういう談合なくなりそうもないですね。日本共産党18日総選挙闘争本部、本部長小池晃書記局長を立ち上げました。闘争って選挙闘争じゃないんじゃないの。こんなに闘争が好きなんじゃ、二言目にはね、平和平和ってうるせえのに、そんなのは口だけってことですね。口ばっか。本当は闘争が大好きで平和なんか大嫌いなのこいつはね。いつになったら革命戦士ごっこから正気に戻るんでしょうね、共産党って。多分まあ生きてる間は戻ってこないんだろうな、正気にはな。未だに中世の魔女狩りやってるような連中ですかね、自分らが正しいと思って。当時はそれが正気の方だったけどさ。というわけで、名古屋でのメール党員懇親会も検討させて、いただきますんで、もしあったら行きますよという方はコメントよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。